こんにちはゆっくり霊夢です。こんにちはゆっくりマリサだぜ。いやー、ついにこのシリーズも今回で最終回を迎えるわけだわね。感無量だわ。そうだな、姉妹編の4兄弟九州統一戦編から数えれば半年以上、全30回の大長編になったわけだしな。なんだか島津ロスになっちゃいそうだけど、今日は吉久と吉弘の裁判年から、二人が最後を迎えるまでを語ってくれるんだわよね。ああ、戦国島津は大体関ヶ原の合戦前後くらいがクライマックスで、二人が一体どんな晩年を過ごしたのか知らない人も多いかもだから。実際の書状などで兄弟の人間味が滲み出る話を中心に話していくぜ。でも島津のことだから、最終回になっても本当に平和に終わるんだか心配になってくるんですけど。まあ当主の座に収まっていて、琉球侵攻の成功で家中の主導権を確立した忠常もまだ後継ぎがいなくて、島津家は未だ爆弾要素を残してるしな。親父の義弘ももう30超えたいい歳の息子の素行を心配して、じじいになっても元気にお説教を食らわしてくるしねー。最後の最後までみんなをやきもきさせる島津家だけど、義久と義弘の平穏な晩年を期待しつつ、そろそろラストの解説スタートと参りますぜ。それじゃあ皆さん、ゆっくりしていってね。兄弟の裁判年を語る前に、時期的には前々回で触れるのが適当だったけど尺の都合でカットした。ただ常の鹿児島城築城について話していくぜ。そういや関ヶ原後の和睦交渉の最中に、義久がダダをこねて上洛しようとしなかったんで、ただ常がやけくそで徹底抗戦を宣言した流れで徳川勢来襲の可能性に備えて、防衛に適した新しい居城の布陣を進めてたんだわよね。ああ、慶長6年正月にかつて山城として使われていた上野山城の再整備をスタートして、これが後の鹿児島城になるわけなんだが、実は父の義弘は居城の移転には大反対していてな。あれ、なんで？翌年の7月に布陣現場を実地見分した義弘は忠常に送った書状の中で、家臣たちが自分たちの都合優先で、築城に協力する気がなく屋敷地の移転にも反対するだろうから、忠常の居館だけ移しても見栄えが良くないってのと、侍屋敷の候補地が当時は海岸線に近くて、30年以上前に阪島津連合の一角ねじめしの軍船が鹿児島を襲った時、居城の内城まで矢が到達したって経験から、これじゃ家臣団の屋敷に被害が出るって立地の悪さを指摘していてな。鉄砲は愚か射程のもっと長い大砲まで出てくるご時世だから、その危険性は十分あるわよね。実際260年後の文久3年に起こった薩英戦争でのイギリス軍艦の艦砲射撃で、侍屋敷や民家、城内の建物にまででかい被害が出たことで、義弘の懸念は見事実証されたんだけどな。まさかそんな超戦利眼スキルで義弘は居城移転に反対した、なんてことはないでしょうけどね。義弘は風水的観点から室町時代に居城になっていた清水城への移転を進めるとともに、忠常自身が命じた築城がコンプできずに、布陣が中途半端なままで終わるのは無念だろうが、こんなことはよくあるから気に病む必要はない。もちろんできてるものを捨てろと言ってるわけじゃなく、上野山は出城として使えばいいだろってくどくどしく説得して諦めさせようとしてるぜ。今に始まったことじゃないけど、義弘ってとにかくお説教が長くて細かいわよね。忠常がこの長ったらしい説得に応じたのかどうかはわかんないけど、翌月に忠常は和睦締結のために上洛し、築城工事はそのまま進められたようなんだが、作業はいまいち進展しなくて、国元に残ってた義久は留守番の家臣に不審に詳しい者がいないんで、忠常から直接指示してくれって連絡してるな。忠常のやることにいちいち冷や水を浴びせないと気が済まない義弘と違って、義久の方は築城自体には反対してない感じだわね。当主として長年政治的決定を重臣会議談合に委ね、表立っては自分の意思を表明することが少なかった。義久の個性もあるだろうけどな。老朽を迎えてもともと病気がちだった体にもガタガキ始めて、若い奴のやることにあまり口を挟まんって達観してたのかしら。それで忠常は両国に戻った後も義弘の生死をスルーして不審を続けていくんだが、家康との和睦が無事なったことで、鹿児島城は決戦を想定した防衛優先の城から、今あるような石垣や水堀、最近復元された五郎門などを備えた三家の巨漢を中心とした、平時用の築城に方針を転換していくんだな。そうなると義弘の代までの中世的島付けからチェンジして、新生薩摩藩初代藩主としての、忠常の権威の象徴みたいな城になった感じだわね。そうだな、この後に刊行された琉球侵攻と並んで、鹿児島築城は忠常が義弘との三度の体制という、権力分立構造から脱却して、ギフトジップの貢献を必要としないいわば親離れのシンボルでもあったんだな。そしてここからメインのお題に入っていくんだが、関ヶ原の合戦後から義久の書状の中で、自分の老いについて書いた部分が増えていってな。まあ関ヶ原時点で68歳っていう当時としちゃ相当なお年を召されてるし、老化を嫌でも意識せざるを得ないわよね。
ヨッシーサはもともとスペ体質で、九州統一戦時からしょっちゅう虫気を発症して出陣を控えることもあったけど、倭寇によって薩摩に拉致された後、ヨッシーサに見込まれてその爺になった帰化民人で、文禄慶長の駅で民側に日本側の情報を流したという、虚偽語の治療や処方する薬の効果もあって、なんとか持ちこたえてきたんだけどな。豊臣政権の時には石田三成の命令を病気にかこつけて何度もサボって切れさせてたけど、幾度も京都両国を行き来するのは実際しんどかったでしょうね。だが古希を迎えた慶長7年に親交のあった猿楽氏の渋谷津島入道に宛てた書状には、歯が欠けて上手に発声できなくなったんで歌は最近やめてしまった。老いるというのは悔しいもんだって寂しさをにじませていて、ただ常も義久の側近に対して、義久の気力の衰えについて、自居義語のもうご老体だから気晴らしの野外外出もほどほどにしないと、かえって体にダメージを与えるって診断結果を伝えて、無理をさせないように促してるぜ。趣味の場でも体力気力の消耗を実感して、老いの影は隠しようがなくなってきたわね。さらにこの直後には腫れ物を発症して食事も取れないほど症状が悪化してしまい、一時は危篤状態にまで陥って義弘も義久の居城富の熊城に泊まり込み、上洛中だった忠常にも、大至急戻ってくるよう連絡してるんだが、爺の虚偽語の懸命の治療もあってなんとか持ち直し、さらに家康も島津家も長くお世話になってる名医の友情棒を差し使わしてくれて、解放に向かったようだぜ。一時は三途の川を渡りかけてたけど奇跡的に助かったわね。やっぱ生粋の戦国人は生命力が半端じゃないわ。だがこの後も義久は腰が立たなくて趣味の乗馬や鷹狩りもできなくなったとか、激しい喘息のような症状もたびたび訴えて、老いによる体調不良で政務の第一線から離れていくんだが、そんな義久の老後の楽しみは動物を可愛がることでな。へえ、人間には容易に本心をさらけ出さない義久にはそんな意外な趣味があったのね。義久と義弘の兄弟は動物好きという共通項の趣味があり、義久本人も乗馬の腕前はマスター級で、当時の戦国武将の例に漏れず鷹狩りもたしなみ、さらに髪型では義久義弘は、猫のブリーダー的存在としても知名度があってな。ほへ、二人ともにゃんこ大好き人間だったわけ？家康との和睦交渉真っ最中だった慶長6年の年末には、義久は公家の近衛家から求められて猫6匹を送ってるし、猫をもらった近衛咲久はそれを妻に取られちゃったんで、今度は義弘に自分用の猫を1匹欲しいっておねだりしてるな。夫婦で猫の取り合いになるこの池の過程を想像するとほっこりするけど、義久と義弘って今だったら超有名猫 YouTuber になって、がっつり稼ぎそうな気がするわね。そして最晩年の義久が愛着を抱いてたのが鳩で、義弘に宛てた書状の中で、屋久島から取り寄せた鳩について、その愛らしさをやたら情熱的に語ってるものがあって、書状の最後には鳩はいいぞい、お前もぜひ取り寄せて飼ってみるべきだなんて、熱烈な鳩プッシュをしているぜ。微妙な兄弟仲が続いていたけど、オタクっぽく義弘に鳩萌えトークしちゃう義久はちょっと可愛いわね。この時にはお互い70歳を超えていたんだけど、義弘の方はただ常が心配でまだまだ政務に口を出し続けていて、そんなせわしい弟の姿を見て、お前もそろそろ隠居してただ常のやることに口出しするのはやめて、自分みたいに鳩でも飼いながらのんびり過ごせやってメッセージを暗に込めたのかもな。省内の乱の時でもただ常の未熟な振る舞いを心配しながら、自分たちの考えは時代遅れだって悟ってた義久だし、もう老兵の出る幕じゃない、この世はなるようにしかならないんだからって、心配性な義弘に言いたかったのかしらね。そんな悟りの境地に達していた義久についに最後の時が近づいてきて、慶長16年の正月前から持病の虫気を起こしていた義久は、11日くらいから症状が悪化して、16日には危篤状態に陥ってしまい、連絡を受けた義弘と忠常が義久のいる国府に駆けつけ、正月21日の猿の国に、義久は義弘や側室らしき一の隊という女性、マナ娘の三女亀女たちに見守られながら79歳で没したんだ。最後は家族たちに囲まれて平穏に息を引き取る安心の最後だったけど、79歳って有名戦国大名の中じゃ屈指の長生きさんだったわね。ちなみに時世の句は世の中の、米と水とを飲み尽くし、尽くして後は待つ大空というもので、人生でやりたいことはやった、思い残すことはないって充足した思いは感じられるな。その悲願だった薩摩大隅日向の三州統一を果たして、本人は必ずしも乗り気じゃなかったけど、一時は九州統一する勢いだったし、関ヶ原後の南極も乗り切って60万石以上の所領も残せたんだから、義久としては安堵の気持ちでいっぱいで、これ以上を望むことはないって思ったんじゃないかしらね。もっとも後でも語るけど最愛の娘亀寿の立場がだんだん怪しくなってきていて、何の気がかりもなく往生できたかっていうと疑問があるけどな。で、義久死すの報を受けた将軍秀忠からは白銀千枚を貸しされているんだが、2月20日には側近たち15人が殉死してるぜ。
老獪な狸親父的政治家ってイメージの義久だったけど、15人も殉死者が出るなんて、なんだかんだで家中からの信望は厚かったのかしらね。ところで義久の四十九日が過ぎた後の3月末に、これまでに何回か名前の出てきた。義久の外孫島津忠直が老中の伊勢貞政に起請文を提出して、忠常の絶対的忠誠や、義久存命中に自分の処遇について、やましいことを望んだ事実なんてないって誓約させられてるぜ。忠直って忠常に代わって島津家の当主に擁立されるなんて陰謀論がたびたび出てたから、義久没の四十九日のタイミングを見計らって、忠直に圧をかける形で、そういった不穏な目を摘み取ろうとしたのかしらね。ちなみに忠直の祖父で義久、義弘のいとこ持ち久は、家康の命で島津と義久が戦死した後の、日向佐渡原藩士となっていて、義久の死の前年慶長15年4月に京都で亡くなっているんだが、当時佐渡原にいた忠直は家康の継承指名を拒否って、これも忠常の疑惑を募らせてたようだぜ。忠常にしてみれば忠直がおとなしく師範の佐渡原藩主に収まってくれれば、まだ男子がいない自分の後釜を狙うなんて、変な陰謀に利用されることもないのにって思いだったんでしょうね。その忠常の世継ぎ問題なんだけど、正室だった亀寿との間にはずっと子供が生まれなくて、義久が死んだ時には亀寿はもう41歳になっていてな。そうなると彼女との間に世継ぎを設けるのは難しいわよね。これはどこまでが本当の話なのかはわかんないけど、義久が亡くなった翌年に老中の伊勢貞政が、幕府に忠常に後継ぎがまだ生まれてないから、秀忠の次男国松を養子に迎えたいと願い出るも、これを取り継いだ本田正純は、忠常はまだ年も若いし子供ができる可能性はあるだろうから、側室を迎えるようにと返答し、国松養子の件はお流れになってしまってな。へえ、もし国松が島津家に迎えられてたら、その後の彼の悲劇的な運命も回避できたかもなのにね。で、これを受けて義弘が忠常に側室をいっぱい迎えるように言って、亀寿は義久の居城だった国分舞鶴城に、隠居することになったんだが、これはつまるところ亀寿は子供ができないことを理由に、事実上離縁されたってことなんだけどな。まあ二人の夫婦仲の悪さは超有名だし、忠常の亀寿への鬼畜エピソードも満載ですからね。亀寿に対する忠常の個人的な功労の感情はともかく、嫡男がずっとできないせいで、さっきも言ったけど義久の血を引く島津忠直の系統が、自分に代わって擁立される陰謀の目が、いつまで経っても消えないわけで、それを完全に封じるためにも側室を迎えて、世継ぎの男子を設ける必要があったことは理解できるけどな。でも義久の娘っていう亀寿の存在が、忠常の家督継承者としての正当性を額縁付きで保証してたんだし、彼女を無下に扱うことなんてできないはずじゃ。ああ、戦国時代じゃ大名が側室を迎えるのには正室の許可が必要だったみたいなんだが、許可も得ずに側室を置くことを強行したら当然亀寿本人、さらには義久旧臣の反発も予想されるんで、幕府から側室を迎えるのを勧められたという錦の御旗を獲得して、批判をシャットアウトしようとしたんじゃないか。義弘の入れ知恵があったにしても、忠常ってそういうところは妙に手が込んでるわね。で、忠常はこの後に側室を立て続けに置いてハーレムを作り、子供もバンバン生まれるんだけど、忠常の娘の一人を奥さんに迎えた薩摩紀伊の様式も月金家の家父によると、亀寿の姉で島津薩州家に嫁いでいた。お平の息子忠清は兄の忠時が改易された後小西行名が預かりになるんだが、忠時って確か朝鮮出兵で都会をサボったことが、秀吉の逆鱗に触れたんだったわよね。忠清はそこで小西家臣の皆義継義の娘カタリナを妻とし、その間に生まれた長女が13歳になった時、お歯黒始めのために国分に来て亀寿と対面するんだが、昔の橋本環奈みたいな超絶美少女っぷりに、亀寿は彼女を手元に留めて別居中の忠常に側室として迎えるよう推薦し、一目で気に入られてその寵愛を受けた彼女は、元和2年に待ちに待った男子を産んで、この虎寿丸が後の薩摩藩第二代藩主、島津光久になるんだけどな。じゃあ亀寿は父親の義久の血筋を島津家次期当主に残すことに、巧妙に成功したわけだわね。忠常から実質離縁されて不遇を囲ってる亀寿のささやかな復讐だったりして、ただただ常は虎寿丸が義久のひ孫に当たるとはいえ、自分の当主としての正当性を担保している。亀寿の血を引いてないことにちょっと不安があったようで、寛永元年に亀寿から、虎寿丸を彼女の子供という扱いにすることへの許可をもらって、次期家督継承者としての箔付けをしてるぜ。亀寿を鹿児島から追い出しても、義久の娘っていう彼女の持つ唯一無二の権威だけは、さすがの忠常もずっと尊重せざるを得なかったわけね。忠常の話が長くなってしまったんで、ここで本題に戻っていよいよ義弘の最晩年と最後に至るまでを語っていくけど、スペギミ体質で晩年の書状の中で親病気についての記述が目立って増えてくる義久と違って、
ヨシヒロの方は眼見そのもので、60歳を過ぎても書状の中にそういった話が出てくることはほとんどなくてな。なんたって関ヶ原の軒口から国元に帰り着くまでの、過酷すぎる逃避行を耐え抜いた男だしねえ。だが73歳になった慶長12年2月に愛する妻宰相に先立たれると、さすがのヨシヒロも急に老け込んできて、この年の8月には何かの病気にかかってしまい、ヨシヒサが帰化民人の自覚国案を使わせてくれたことへの礼を述べた書状で、今夜は膝が痛くて辛いなんて珍しく弱音を吐いてるぜ。今でも奥さんに先立たれた夫が一人になって張り合いがなくなっちゃって、一気に老け込んでいくなんてよく聞く話だもんね。だが体力はともかく気力は未だに健在で、ただ常の説教まっぷりも相変わらずで、兄ヨシヒサの没年齢と同じ79歳になった慶長18年にただ常に送った書状には、前年の長男誕生を祝う一方で、最近忠常が使ってる道具やら蕎麦使いの女房衆の衣装が派手すぎる。私的な出費はほどほどにして、その分わずかな金額でもご公儀のように回すべきだって小言を喰らわしてるぜ。島津ってもう20年以上も慢性的な財政難に苦しんでるし、そんな中で贅沢に回す余裕はないわよねー。ヨシヒロは最近上落が連チャンで続いたりしてお家全体が疲弊している中で、そんな贅沢をすれば家中がぶーたれるから。道具なんてちょっとばかり足りなくて見てくれが悪い方がむしろ店頭にかなってちょうどいいし、それがお家や子孫の安泰につながるんだって説いてるんだが、追伸で自分もすっかりジジイになって、ひたすら愚痴っぽくなってる的なニュアンスのことも言ってるぜ。ヨシヒロも自分のやってることが老いの繰り言だって自覚はあったのかしらね。この年の6月終わりにはヨシヒロの次女で粛清された移住院ただ真の嫁だったおしたが、娘の千鶴を連れて、人質として江戸に移り、以後たびたび書状は交わしてはいるんだが、二人と再び会う機会は二度と巡ってこなかったんだな。夫が特級無本人扱いされたおしたとその娘の境遇が、父親としては不憫で仕方なかったでしょうね。さらに年次は特定できないもののヨシヒロが老中の伊勢定政に宛てた書状には、夫と絶賛別居中の亀樹が完全にぼっちちゃん状態になってるから、自分のいる家時期に招いて、不良を慰めたいと彼女を誘ったけど、亀樹のいる国部は女房衆も少なく裏ぶれて困窮しているんで、家時期まで行ける状態じゃないって断られてしまってな。ただ常って自分の女房衆には豪華な衣装をまとわせてたくせに、それとは無楽すぎる亀樹への仕打ちだわね。こんな惨状を見かねたヨシヒロは、自分がフッカルで国部へ赴いて料理でも振る舞いたいって、ただ常の意向を確認してほしいと同じ書状で書いているんだけど、もしかしたらただ常に側室を持つのを勧めたせいで、亀樹が鹿児島から追い出されて寂しく過ごしてることへの後ろめたさがあったのかもな。関ヶ原からの逃避行の苦難の中でも奪還を最優先にしたくらい、ヨシヒロにとっても大事な存在の亀樹だったしね。ところでこの後に起こった大阪の陣での島津家の動きについてなんだが、ヨシヒロはこれに直接関係することはなくて、尺の都合もあるからここで詳しく触れることはしないけど、一つだけ語るなら島津家は大阪の陣直前まで豊臣秀頼との交流があって、冬の陣が起こる前の慶長19年9月下旬には、ただ常に秀頼が自筆の書状で至急の上洛を要請してるぜ。島津家は味方についてくれるかもって豊臣家は期待を寄せてたのね。で、ただ常はどう反応したの？ただ常はこの直前にすでに幕府側に将軍秀忠への忠誠を誓う起請文を提出していて、関ヶ原の合戦で亡き太后様への義理は果たした、今は徳川家から受けたご恩の方が大きいって、秀頼の要請をあっさり拒否し、同時にただ常は幕府側に徳川家に対する忠誠は不変だと約束して、幕府の命でただ常が大阪に向かった後も、豊臣側は諦めずに味方についてくれるようお願いしたものの、ただ常は使者を捕獲して大阪天皇寺の徳川方の陣へ即刻突き出すんだな。豊臣家の協力要請を断るのにただ常は微塵も迷う姿勢を見せなかったってわけね。幕府側は島津家に起請文の提出もそうだけど、さっきもちょっと触れたヨシヒロの二女でただ常の同母前のお下を、その娘と共に人質として江戸に下校させていて、大阪の陣に向けて、島津家をがっつり取り込んでいたのが功を奏したんだな。逆に言えばそこまでしなきゃいけないくらい、幕府は未だ島津家が豊臣家に加担する可能性を恐れてたのね。ここで話を戻すと、80歳を超えたあたりからヨシヒロは己のこれまでの人生を振り返って、ただ常をはじめ子孫への教訓として、現在維新公恩直と言われる自伝を執筆し始めてるんだが、元那2年2月には、病気になってしまってこのせいでただ常の幕府への参勤が延期になり、それを認めてくれたお礼を、幕閣の実力者本田正純に述べた書状の中で、いろんな治療も虚しく体はだんだん衰えてきてしまった。自分はいつ死ぬかわかんないから、どうかただ常を見捨てないで島津家が存続できるようにしてほしいって頼んでるな。80歳を超えてもヨシヒサみたいに達観できなくて、パッパラパーな真似を未だやらかすんじゃないかって、ただ常のことが気がかりだったんだわね。
もっとも同じ年の11月には元気に高狩りを楽しんでいるから、そう簡単に死んじゃう雰囲気じゃ全然なかったんだけど、翌年2月に忠常が江戸に参勤した後、義弘は中風で倒れてしまい、幸い症状は軽症だったようで、諸大名から届いたお見舞いへの礼状を出しているんだが、後遺症で手足に麻痺が残って、顔が描けなくなってしまい、印判で代替せざるを得なくてな。そういやかつてのライバル立花同説もなくなる前年に病気で手が思うように動かせずに、顔がうまく描けなくなったなんて話があったわね。義弘の病を知った京都諸子大の板倉勝重からは名医が使わされてきて、さらに江戸にいた忠常も、見舞いのために一旦帰国してるんだが、翌年元和4年2月に再び江戸に向かい、これが忠常との根性の別れになるんだけどな。義弘のことだからずーっとお説教を繰り返してきた息子のことを、多分死の間際になっても心配してたでしょうね。そしてそれから1年半近くが経った元和5年7月21日の牛の刻に、義弘は火事記で85年という長い生涯をついに閉じたんだ。よく考えや義弘って上杉謙信や織田信長と同世代なのよね。この年代生まれで大阪の陣終了後の、戦国時代完全終焉まで生き残ってた有名武将ってほとんどいないんじゃないかしら。兄の義久も80歳近くまで生きたから、メジャーどころでは戦国一の長生き兄弟だったわけだけど、義弘が没した時慶長の駅の路上海戦で、主君に命を救われて関ヶ原の軒口で義弘を懸命に守り抜いた木脇助秀たち13人が殉死してるぜ。文字通りの生死を共にした主従ってわけで、木脇助秀にとっては使える主君は義弘以外ありえないって思いだったんでしょうね。ところで薩摩藩の公式見解として義弘は義久から家督を譲られた、島津本宗家第17代として、歴代当主に含める扱いになってて、これが現代になっても踏襲されていて、義弘は島津家当主になったと思ってる人も多いんだけどな。あれ、でも義弘って義久から名代指名を受けて後継者扱いはされてたけど、結局家督は継がなくて、当主の座は義久から忠常の順で継承されたんでしょ？ああ、豊臣政権からは島津家代表として処遇されてはいたけど、その時でも家中ではあくまで当主は義久だという認識だったし、同時代の資料で義弘が家督を譲られたという、はっきりした証拠はなくて、義弘の家督継承については歴史学者早くから否定的見解が強かったんだけどな。じゃあ薩摩藩の公式見解は嘘松だったってことになるの？それが完全にそうだとは言い切れなくて、そもそも近世以前には歴代当主の代数自体が確定してなくて、さらに義弘ご本人も以前紹介したけど、上洛して家康への拝謁を果たしは僕を無事成立させた。忠常を絶賛する書状の中で、今に伝わる代数と同じく忠常を第18代当主と表記するという、自分が17代当主だと匂わせるような書き方をしていて、これ以外にも生前の義弘が、自身を17代当主として位置づけてる節があってな。それじゃ義弘は自分が当主の座についたって自称したことになるのかしら？その思惑については、関ヶ原の合戦で勝手に西軍に加わった義弘は戦犯扱いになってしまい、家康も島津家の真の代表は未だ義久だって的確に認識してたから、このままじゃ義弘は、三度の体制の一角から外されてその政治的地位が低下する可能性があり、権力の維持を図る目的で、自分をしれっと第17代当主扱いにすることで立場の権威づけをしたって説があるけどな。そうなら息子に対する大好きなお説教も気兼ねなくできるとか考えてたりしてたのかも。ただ義弘が実際当主になっていたのか否かという、同時代の事実とは別問題として、義弘が自分を第17代当主と自己認識してたこと、そして近世の薩摩藩が義弘の主張を継承して、彼を当主と公認した言説を作り上げていった過程を考えることは大事な問題なんだけど、そこまでを語るのはもうこのシリーズの役目じゃないな。ここまで九州統一戦編も含めれば30回にわたって義久と義弘の生涯の軌跡を追ってきたわけだけど、この二人ってにゃんちゃん好きとかの一部の共通した趣味は除いて、何から何まで対照的な兄弟だわよね。そうだな、武将政治家として見ると義久は冷静で慎重、対極的見地から事態を把握できる。現実家肌の政略戦略家タイプで、さらに重臣会議談合に政治意思決定権を委ねる形で、巧妙に自身の決定責任を回避する狸親父っぷりを発揮してるな。でもここぞの時にはくじ引きとかの神頼みっていう裏技を駆使して、自分の意思を絡めてから家中に反映させようとするのよね。一言で言えば食えないおっさんで、こうした姿勢が石田三成を筆頭に豊臣政権から酷評される要因になるんだけどな。で、義弘の方は前線指揮官として超優秀な戦術家タイプで、性格も生真面目そのもので律儀。さらに島津家の家風の名誉意識をまさに体現する男で、空気を読んで細かい気配りもできるから、
家臣や他大名からの好感度はレベチだけど、それとトレードオフで義久みたいな政治的根回しは増えてたわよね。そうだな、二人の個性の違いは書状にもよく現れてて、義久のは文面の短いものが多く、肝心な部分は使者の口上に任せていたのに対して、義弘の方は忠常に対する説教状が一番のいい例だけど、とにかく細かいことまで几帳面に書き連ねるせいでクソ長い文面になるのがデフォで、物事を人任せにできない、自分の手でやらずにはいられないって感じだな。そういう意味で義久は人を使うのが上手いから当主は転職で、義弘の方はそのサポート役が本当なら適職だったのに、義久から戦略上の必要性からとはいえ名代なんて大公役に指名されて、秀吉からも政権の都合で島津家代表に認定されちゃったのは、義弘にとって不幸だったんじゃないかしら。まあな、ゼイクとの組織論で言えば義弘は有能な働き者タイプで、人に指示を出して動かすよりも、有能な怠け者タイプ的な義久の下で補佐役に徹するのが適正な役どころだったと思うぜ。豊臣政権期にはそんな性格を石田三成から言い方は悪いけど利用されて、義弘自身の危機感もあったでしょうけど、マインドコントロールに近い形で田舎大名的な適当さが一向に治る気配を見せないお家の改革に、一直線に進んでいったんだわね。それが原因になって、九州統一戦後半から微妙になっていた義久との仲がさらにこじれていくわけなんだが、みんなもう忘れていると思うけど、ここでこのシリーズの最初で話した改革に積極的だった義弘に対して、それに消極的だった支給派の義久という二項対立的な構図に落とし込むのは、問題があるって話に戻るんだけどな。でも意思決定コストを重心に丸投げするくせに、後出しじゃんけん的に嫌味を放ってくることもある義久より、純粋に責任感持って家中改革に取り組んでいく義弘の方をやっぱひいきしたくなっちゃうわよね。確かにな、義弘のそういった部分が家臣や他大名たちを引きつけ、関ヶ原での奇跡の脱出劇成功をもたらしたり、立花宗茂や井伊直政、福島正則や黒田助水といったそうそうたるメンツが個人的な利害を捨てて、関ヶ原後の和睦仲介に親身に協力してくれた要因だったんだろうけど、ただ義弘個人の高潔な人格や信望とは別に、家臣たちの大多数は大名家当主という政治的人格面では、義久を信任していた事実は見逃せないぜ。石田三成の後押しを受けてご利用しした検知とかも結局はうまくいったとは言い難いし、文禄の駅や慶長の駅でも、いくら国元に催促しても家臣どもは怠け者のごとく動かなくて、満足な兵力を集められたことは一回もなかったしねえ。義弘はその書状のスタイルからもわかるように、家臣たちに細かく指示を与えて、ミスを厳しく叱責することもしょっちゅうで、ただ常が武勇たちに政務を丸投げするのも気に食わなくて、どんなことでも武勇任せにしないで直接指示することが大事だなんて説教してるしな。家臣たちからしてみれば義弘は尊敬できて頼りになる男ではあるけど、意識高い系全開で、要求するレベルが高すぎてちょっと息苦しいわって感じだったのかしらねー。それに比べ頭に後出し的に愚痴ってくることはあっても、基本的にはうるさいことは言わない。言っちゃ悪いけどズボラな義久のやり方の方を歓迎してたんだろうし、目線を自分たちに合わせてくれるって安心感を抱いてたんじゃないか。でも九州で同レベルの多大名と戦ってる分には、そんなゆるゆるな体制でもなんとかなったんでしょうけど、豊臣政権とか江戸幕府とかの強力な統一政権が登場して、いろんな無茶ぶりな要求をかましてくる中で、古い体質をアプデしてかないと生き残ることなんてできないでしょ。だから義弘の方向性は全体的には間違っていなかったとは思うんだが、これは前にも使った例だけど昨今の日本企業や組織で、欧米流の合理的でグローバルスタンダードなやり方を、エリートたちが日本のローカルな事情を一切考慮しないで、ではの神的に押し付けて現場の反発を食らってしまい、結局改革が骨抜きにされてしまうなんてことはあるあるなんだが、そういうのって抵抗勢力側のやってることが一見不合理に思えても、その不合理さが存在することには意味があるんだって視点に立たないと、相互不信の根は取り除かれないわよねって、マックの女子高生が言ってたわ。霊夢の渾身のボケはスルーするとして、島津家の場合でも単に義久のやり方を支給的だとか更新的だとか、否定一辺倒で評価するんじゃなくて、なんでそんな義久を家中の大部分が支持したのか、それにはどんな意味があるのかって考えることの方が重要だと思うぜ。豊臣政権とかの中央のやり方や現在のグローバルスタンダードっていう、いわば強者の論理を相対化する視座を求うってことだわね。こんなところで今回は終わりにするけど、来週はうぷ主の個人的な都合で申し訳ないんだがお休みにさせてもらって、再来週から新シリーズが始まる予定だぜ。へえ、シルエットで誰かはよくわかんないけど、新しい主人公の登場に期待値マックスだわね。それじゃあ皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。